森の中の林道で何か小さな虫がいっぱい飛んでるのに出会ったんですね。これは実は全部テントウムシだったんです。で、もう少し山を降りてきて、どんどんテントウムシもですね、下へ降りてくるんですね。で、僕もテントウムシを追って山を降りました。まあ、秋の里山、こういうのどかな光景のところで、実は繰り広げられている生命のドラマがあるんです。テントウムシたちは実は成虫で越冬します。岩の割れ目なんかに潜り込んで越冬するんですけど、そこを探す旅の映像なんですね。電柱が近くにあると、そこにはおびただしい数のテントウムシが止まっています。でもですね、ここに止まるのはごく一部で、実は周りをどんどん通り過ぎていくテントウムシの方がずっと多いんですね。で、電柱何本もありますが、そこのところに日が当たってる電柱にはですね、もう必ずと言っていいほどすごい数のテントウムシが止まっているんですね。テントウムシ、これ何してんでしょうね。このところの電柱のどこかに潜り込んで越冬しようというのかなというふうにも見えるんですけども、夕方になるとまた飛んでいってしまうので、そうでもないのかなとよく分かんないですね。今日は10月の28日なんですけれども、これね、すごいですよね。この電柱の周りをね、テントウムシがわんわん飛んでるんですね。で、こうやって空を見るとですね、この電柱に止まってるのはごく一部で、ずっと群れがですね、こう山の方から、南の方からですね、こう北の方に向かってこう飛んでってるんですよ。このテントウムシが現れるのはですね、毎年決まって10月の半ばから11月の初めにかけての雨の日の次の晴れた日、これが一番多いんですね。で、その前、9月の末から10月の初め頃にですね、小諸ではテントウムシほとんど見ることができないんですよね。で、一体ね、どこからこのテントウムシがこうやってくるのか本当に不思議なんです。毎年ですね、今の季節になるとこのテントウムシを探して歩いてるんですけれども、こう電柱に止まってるのはこう見ますね。それ飛んでるのも見るんですが、一体それがね、どこ行くか。越冬地っていうのは大体南に面したね、崖にあるんですね。だからこう北へ飛んでいくと、そういうところに崖にぶつかった時に、そこの崖の岩の割れ目とかですね、土の割れ目の中に潜り込んでこう越冬するんですけれども、でもその数ね、そんなに多くないんですよね。今まで見た一番多くて数百匹の集団なんですよ。ところがここすごい数なんですよね。これ今ね、ちょっとここで見てる間でですね、何万匹ものテントウムシが、僕の目の前を通過していったんです。このテントウムシたちが本当にどこで生まれてですね、どこから飛んでくるのか、まだ謎に包まれています。以前ですね、9月の末に、少し標高の低い方ですね、高崎の方に行ってみたんですが、そこではですね、ちょうど9月の末頃にテントウムシがたくさんいるんですよ。で、そういうことを考えると、もしかしたら、標高の低いところで生まれたテントウムシがですね、生まれてしばらく経つとですね、一斉に飛び立って山の方に向かってくるのかもしれません。僕はね、そんな風にこう考えてるんです。